調子はどうだいモリス。あそこの武士もお気に召さなかったってわ。またはいさよならしようとしたもんでここを送って。チキシュウめ、17年もいてみろヨボヨボになっちまう。また西部が引かんなんかだ。野郎とも俺様の早打ちを信じんのか。どうやって海を渡るんだい。俺は水藩を志願したいんだけどね。ああ、一日に一枚ずつ持ち出さ。どこに隠しておくかはもう決まってるんだ。ま、任しといてくれ。もういただいてあるよ。いや、元気かフランク。そう長かね、15年か20年ってとこだ。だがそこでも評判が良くなくてよ、所長が格好の場所を思いついた。アルカトラスだ。畜生、15年も経てばヨボヨボのジジイだ。また退屈な西部劇だろうよ。せめてギャングものにしてくれりゃいいのによ。な通り俺たちのじゃねえ。だから早いとこ乗り込んで出発だ。他に向こうへ行く手があるか。お前行ってこい。電池のことは俺がやってる。逃げられちまった。水の中で落としたんだよ。誰のせいか分かってんのは。そうじゃねえ、俺が自分で使うために一箱持ってきたんだ。だから今も軍曹を撃った連中と出会った時の用心に弾は込めてある。冗談じゃねえ、すっこんだろ。こいつは俺んだ。ごめんだね。朝飯は？いや、卵だったろ。俺が作ったんだ。目玉焼きをな。一つ聞くけど、俺がインテリのする仕事か。本当に金が欲しいならさっさと下働き。上がった上がった。とにかくこんな仕事はやめて、まっとうな職を探さなくちゃな。エスターは明日留守なの。今日は穴を掘んなきゃ金になんないんだよ。予定通りやらなきゃダメなの。先のこと考えるんだよ。今日は月曜だが水曜はどうするかって。今日月曜だよ。いや、奴は卒業したよ。新しいやつ。しかし、あなたの安全のためなんですよ。死にたくなかったら証人保護制度を受けるんですな。有能な弁護士がつけば裁判も長引きますから。何ヶ月になるか、半年か8ヶ月。控訴すればもっとだ。だが、ことが片付けばそれからの生活は保障されますからね。新しい土地で新しい人生を送るんです。名前を変えてね。最高の待遇を受けられるんですよ。アームの支持者を調べてる。定的にな。聞いたよ。いい気になりやがって。犯人を見つけ出して裁いてる。我々の手で。数族の自警団だ。あくまで堀内内の保安が目的だ。これ以上仲間をやられる前にアームのバカども一掃するんだ。連邦がやらなきゃ俺たちがやる。アームをのさばらしちゃおけんからな。じゃねえもんがいてもしょうがねえよ。いつまで我慢できるかわかんねえ。まあまあ、タニアはアップ趣味や。前にも言ったろう、一流の仕事をするには500万かかるって。それだけの金を出す気があるなら今までの仕事とは比べ物にならねえターゲットをやるぜ。500万ドルのためならやるさ。しくじる。俺を止められる奴がいるかな。恐ろしく執念深い奴らだからな。時は運が良かった。俺はもう腕が鈍ってる。残念だけどな。自分が飼ってるダチョウにまで馬鹿にされてるんだ。ロープで引っ張られてな。その女に聞いてみろよ。そうだ、届かぬ夢を追っかけても無駄だっていつもそう言ってるよ。セニョール・オルテが引き受けるぜ。友達なんだ、ウォルター・チャン。でもそいつ食われちまった。よし、どうかな。四角いのがこのトラックだな。機械はちゃんと働いてるらしいな。現場から300メートル以内に野次馬を入れるな。連邦犯人に連絡して関係者全員の盗聴許可と家宅捜索令状を取るんだ。今すぐだぞ。市街地の8ブロック分が吹っ飛んだんだ。大統領も痛く関心を示されてね。直々の命令だ。この研究に関心を持つ者は国務省にコネが終わりで、チェン教授が行方不明です。行き先に心当たりは？さてと、知っての通りママに馬を買おうと思って金を貯めてきたが、でもシュオーツをもらった。それほど文法が嫌いならこうしよう。馬を買うはずだった金で来月みんなでハワイへ旅行する。5人分の旅費を払ってもまだ金が余っちまうから向こうでスキューバダイビングを習うんだ。ただし文法の成績を上げろよ。 B2 だ。簡単だろ。
楽しんでるようだね。ドメニコでいい。堅苦しいのは老け込んだ気がしてな。いやいや、中はちょっと。美しい瞳が汚れる。デラトーレ司教。絵のコレクションをしのぐ愛人の数が自慢の種だ。聖書並みだ。ランベルティは知ってるね。国防大臣もすっかり君の虜だ。私が君を欲しがってるとでも、そんな疑いを持ってくれるだけで嬉しいんだよ。お前の真実を貫き通せ。きっちり言っておいたはずだ。目立たないよう各自行動には気をつけろとな。アーリックのバカが派手な高級車なんか乗り回して、マスコミが奴の給料を聞いてきた。警察全体この事件に注目してる。メッセージどころかピカソだ。見ろ。他に何を知ってる。これは知ってるか。クラブから電話があった。奴のアパートに昨夜暴漢が入った。元気か？そんな嘘が通用すると思うのか？失踪者がいる。白人男性で24歳。名前はエンブリー・ラーキン。2年前大学から。相当な金持ちだ。親はいない。彼の管財人によると預金には一切手をつけていないらしい。ああ、その形跡はつまらない事件かもしれないが、遺産がある。捜査しなきゃなら文句を言わずにやるんだ。私はね、68年から72年にかけて5人の子供を作った。もっとかもしれん。社員の半分は私の子じゃないかなんて冗談も言われる。うまいよ。子連れで来るのはうまい手だ。だがな、金をたかりに来たのは何も君が初めてじゃない。そういうわけで前の3人と同じだけの額をやろう。6ドルだ。サンドイッチぐらいは買える。だが君には12ドル。これで子供の分も買ってやれ。今度は何で捕まった？お前らの結婚式みたいに。奴は緊張してたんだ。誰の味方でもないさ。奴はな。分かったよ。それで自慢の椅子に座ってみないか。母さんがクリスマスに買ってくれたんだ。ああ、見てろ。そうだ、優れもんだろ。ジェイクも欲しがってたろ。さあ頑張ってるぞ。きっと成功する。記者会見を開きます。真正面から取り組む。もちろんだ、ポール。状況を把握したい。今後も余震が続くのか。続くなら想定される規模は。ここに呼ばれたのは最高の人材だからだ。諸君の専門知識と経験がこの国を救う。機材は最先端のものを用意したつもりだが、もっと必要なものがあれば何でも言ってくれ。何か質問は？よし、じゃあ取り掛かろう。デニーと呼んでくれ。君はとても綺麗だ。君が賢くないとは言ってない。君は医者だ。全てを知りたければ君に聞けと。だからよかったらスティーブンス先生、もしよかったら全て聞かせてもらいたい。なぜ死んだかは分かってる。心臓だ。あいつはずっと心臓が悪かった。それは承知している。分からないのはなぜ君のような子がうちの息子の医者からある日突然フィアンセになったかだ。あいつが新しい心臓をもらう日に、あいつは死ぬ数時間前にプロポーズしている。どうやってそう仕向けた？携帯電話か。世の中携帯の天下だね。その年でビビったかい。その若さで子供がいるとは。男女5人。我が子が男女1人ずつ。妻の連れ子が3人。古い友人に会いに来たんだが、入院中のロビーに入った途端に恐れをなして逃げ出したよ。いや、私が知ってる医者はみんな手伝おうか。よく買う金があったな。俺から盗んだも売ったか。なら俺の枕は女房にもらったんだよ。アトランティックシティで。正体は分かってんだ。可愛い顔してパックリ切れたら悲しいだろう。彼女か。その辺をうろついてることもあるし、バカなことで捕まるやつもいる。信号を無視したり万引きしたり。祖父が上院議員でね。見えつかればいいんだが。4度の徴兵猶予、別にいいだろう。エッグノックが嫌いなもんでね。メリデス・コールも彼女を探してたんだ。この先の道をまっすぐ南に行くと20キロほど先に町がある。そこで助けを呼ぼう。これを渡そうと思ってた。母さんのお気に入りのネックレス。あいつはネックレスが好きだったろ。それはお前に譲るって。まあお前が首につけて歩くのも変だから、大切な人にあげればいい。いつか。この前ある男から電話があった。モーテルを買いたいって。売らないよ。続けるつもりだ。だがお前は好きなことをすればいい。他に行くとか。
来週の月曜、1班、3班、5班、7班は新型輸送車 425X7 の訓練を開始する。紳士淑女の諸君、ついに新時代へ突入だ。新型車には全車 GPS が搭載される。この訓練は必須だ。例外は一切認めんぞ。トイレも我慢しろ。二人で誰に突っ込んでるんだ。20年もつるんでようやく今日デートに誘う勇気が出たのか。ビジネスって何をやってる。それはビジネスじゃない。発音もできないくせに。このホームシアターはフットボール観戦用だ。お前と彼氏がマス描くために買ったわけじゃない。共同口だけは一人前だな。それも私が買ったサラミだ。仕事に就くか、もうちょっとまともなことを考えられるようになるかしたら食わせてやろう。闇雲な中性子はまずい。よく知らせに来てくれた。全く見上げた勇気だ。ただ私にはどうにもできない。アメリカ海軍は銀行強盗などしない。そんな部下を持った覚えはない。一人のバカのために軍の名誉を損なうわけにはいかんだろう。銀行から奪われた金の中に CIA の裏金があったとしたら、海軍はその存在を知らなかった。君は半年前から逃走中だな。そのままにしとこう。それは不安だったからだ。度胸がなかったのさ。お前が見える。森の中を走ってる。お前は小さく、木はまるで巨人だ。男たちに追われてる。お前は森を抜けたが、早くは走れない。残念だが、お前は殺される。撃たれて蜂の巣になる。知らんよ、お前が先にいた。